この機械はローイングエルゴメーターまたはエルゴという機械です。水上の動きを陸上で再現することができます。次は持ち方です。しっかりと握り込むと力んでうまく漕ぐことができません。正しくは指を引っ掛けるようにすると力まずにうまく漕ぐことができます。引いてくるときをストロークと言い、戻すときをフォワードと言います。ストローク速く、フォワードゆっくりの形で漕ぐと楽に早く漕げるようになります。足、ボディ、腕の順番で引いていきます。ボディを倒した時には腹筋に力を入れています。戻す時は引いた時と逆で腕、ボディ、足の順番で戻していきます。この漕ぎ方は体が足より先に動いており足から押していません。この漕ぎ方をすると腰を痛めたりします。頭の後ろにしっかり手を組みます。まずは良い例です。足と地面が離れないように地面に足をつけてしっかり体を上げます。次は悪い例です。この腹筋では足が地面から離れて浮いており、腹筋にかかる負荷がかかっていません。足は90度に曲げ、肘が太ももにつくまで上体を起こします。膝が曲がりすぎたりしてはいけません。次のトレーニングは膝に指が届くまで上体を起こします。次のトレーニングは上体を起こす際に片腕ずつ上げて体を少しひねります。上から吊るされた紐を引っ張るイメージです。腕立ては体を一直線にして肘をしっかり曲げて胸を床につけるイメージでします。お尻が上がってしまうと腕に体重がかからないので良い腕立てにはなりません。脇をしっかり締めて肘をできるだけ真後ろに曲げます。手を重ねて肘を横に曲げるようにして腕立てをします。この時、手で三角形を作るとやりやすいです。うつ伏せになって手を合わせます。そして後ろで手を組みます。足をしっかり固定して上半身をしっかり上げます。
手は顎の下に置き、足を太ももの付け根からしっかりと上げます。膝は極力曲がらないようにしましょう。最初のトレーニングと2番目のトレーニングを同時に行います。この時、両方のトレーニングの重要なポイントをおさらいしましょう。今は不安もあるかと思いますが、高校生活が始まったらぜひボート部に入部してください。コロナウイルスが収束して皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。最後まで見ていただきありがとうございました。少しでも興味を持った人はぜひボート競技についていろいろ調べてみてください。さらに興味を持ってもらえると思います。